っている間、私もあのことを思っていた。やっと打ち明ける決心がついたところだったんだがな、その前に思い出されてしまったか。君がどう思ったのか聞く前に謝らせてもらいたい。あの時はすまなかった。君の気持ちを汲み取ることができずに冷たい物言いをした。あの時の私はあれで正しいと思っていたのだ。いつか来るはずだったしだ。当然覚悟しているだろうと思っていた。だから気持ちを切り替えてもらいたかった。前向きに考えてほしかったんだ。だが大切な相手を亡くしたばかりの相手に言うべきことではなかったと今は思う。もしも昨日君が死んでいたら、そして私が言ったことを誰かに言われたらと思ったら、たまらなかった。とても耐えられないと思った。だが私はその耐え難い方法で君を傷つけたんだ。君が死ぬことを私はいつか来る死だとは言えない。いつか別れが来ると分かっていてもずっとそばにいたい。君に生きていてほしい。君もあの犬のことをそんな風に思っていたんだろうな。それともう一つ謝っておきたいことがある。あの時リードが切れて犬が走り出す直前、私はあの犬に邪魔な犬だと言ったな。思い出していないか。私は確かにそう言ったんだ。毎回吠え立てられてうんざりしていたし、そもそも私は犬が嫌いだった。だがそんなのは言い訳で、本当はあの時君と二人になりたいと思っていた。どこかへ行ってくれればいいのにと願った。その直後だった。リードが切れて犬が走り出した。もちろん偶然だろう。だがまるで悪魔が私の願いを叶えたような気がした。非現実的な罪悪感だと思う。ただ願っただけだ。私のせいであるわけがない。そう思いながらも私があの犬を死なせたような錯覚が消えない。私ですらそう感じるのだから、君にとってはなおさらなのではないかと思う。だから謝っておきたい。そんなことを望んだわけじゃなかったんだ。謝罪を受け入れてくれてありがとう。あのことを君と話せる日が来るとは思わなかった。謝って受け入れてもらえるとも思わなかった。ありがとう。少しだけ肩の荷が軽くなった。君はあのことを思い出してもこうして私と話してくれるんだな。ずっと君が好きだった。ずっとこんな風に話がしたいと思っていた。そうなのだと今は素直に思える。一ヶ月前にはとても考えられなかったことだ。不思議だな。隠しておきたかったことが明らかになってしまった今、初めて君と向き合えている気がする。あの日、君を傷つけて拒絶されて、私はどうしていいかわからなくなった。犬が死んでからの君は
朝の散歩をすることもなくなって、私は君と会う機会をなくしたんだ。君にもう一度会いたかった。しかし、君は私に会いたくないだろうと思った。また泣かせてしまうかもしれないと思ったし、私が現れれば嫌なことを思い出させてしまうだろうと思った。それでも君に会いたくてどうしようもなかった。耐えきれず強引に呼び出して交際を申し込んだあの日、君は心底驚いていたな。ただ驚いただけではなく、ひどく悲しそうな目で私を見ていた。あの時の君の顔が今も忘れられない。今思えば、君は好きならなぜあんなひどいことを言ったのだと私に問いたかったんだろう。今ならその問いに答えられる。私は無知だった。本当になくしたくないものを持ったことがなかった。君の痛みがわからなかったから君を傷つけた。大事にしたいはずなのに怒らせてばかりいた。それでも私は私なりに君を思っていたんだ。また間違えてしまうこともあるかもしれない。それでもできるだけ誠実に対応したいと思っている。だからこれからも君のそばにいさせてくれないだろうか。ありがとう。大事にする。やっほー、お見舞いに来たよ。また騒がしいのが来たな。え、ケントさん、久しぶり。嘘、ケントさんいると思ってなかった。もしかして彼女の病室にべったりなんですか。意外。っていうかびっくりしたよ。交通事故に遭ったんだって。思ったより元気そうですね。退院いつですか。明日だ。なんでそこケントさんが答えるんですか。保護者代わりを務めている。彼女の実家は遠いからな。はあ、保護者代わり。やだ、それってもう結婚してるみたいじゃないですか。結婚。私はただ家族以外で彼女と最も親しくしている関係上、成り行きでだな。家族が来てないのにケントさんが付き添いしてるんでしょ。それ家族より親しくないですか。あの、まさかここで寝泊まりしてるわけじゃないですよね。君たちもう帰ったらどうだ。まさか図星。帰らないなら私が帰る。え、ちょっと待ってくださいよ。もう少し詳しく。ああ、はいはいはい、すみませんでした。食いつきすぎました。はい、ケントさんお怒りの様子なんで、からかうのはこのくらいにしましょうか。もっと聞きたいのに。で、本題に戻るけどさ、
大したことないみたいで本当よかったよ。店長たちも心配してたよ。ああ、そうですよ。ゆっくり休んで来いって伝言です。右京という男は？え？右京さん？会ってないですけど。なんで右京さん？え、ちょっとまさか、あの浮気疑惑って本当なんですか？さあ、その男は彼女をストーキングしている疑いがあるんだと言わなかったか？いや、聞きましたけど、こないだも言った通り、しばらく店に来てないし、考えすぎなんじゃないですか？いえ、それ、どうでしょうね。私、ちょっと怖い話聞きました。え？何？おととい、近所のマンションの屋上から、身元不明の男性が転落死したらしいんですけど、その人の特徴が右京さんに似てるんですよ。そんなの偶然じゃない？かもしれません。ただそのマンションの屋上ってちょうどこの部屋から見える位置で、寄りかかった手すりが腐食してて落ちちゃったんですって。それが真夜中の話らしいんです。そんな時間にそんな場所で何してたんだろうって思ったら、ちょっとゾッとしちゃいまして。例えばこの部屋を見ていて誤って転落したのかもしれないということか？だったら怖くないですか？空想の息を出ないな。仮にその男が右京なら、今はもう安全だということになるが、そう考える根拠はあまりにも薄い。いや、そうじゃなくて、本音こもってそうで怖いなって。意味のない空想だ。その男が右京だという確証がない以上、君は引き続き一人にならないように。ロマンのかけらもありませんね。そういえば、事故に遭った時はなぜ一人だったんだ？一休が迎えに行くはずだっただろう。ああ、なんかケントさんの忘れ物取りに走ってたんじゃないかって聞きましたけど。そうなのか。聞いてないんですか？多分、そういうことじゃないかなって一休さんが言ってましたよ。ケントさん、大事な学会だったんですってね。でも、結局その大事な学会を放り出して病院に走ったんでしょ？留学の話もそれでダメになっちゃったって。愛だね。まだ決まっていない。正式な結果が出るのは31日だ。まあ、もう決まったようなものだが。あんたはいいのよ、謝んなくて。悪気があったわけじゃないんだから。でも、これは真面目な話だけど、いくら焦ってたからって、車の前に飛び出すような真似は、もうやめてよね。そうですよ。寿命が3日ぐらい縮みましたよ。3日って少な！やっと静かになったな。君が謝ることではないだろう。
留学の件もだ。私が自分で決めたことだ。君は気に病まないでもらいたい。もし私が留学していた場合、何日間会えなかったと思う？出発予定日が9月17日、帰国予定日が翌年の9月31日だ。ただし来年はウルード氏だな。正解だ。つまりそういうことだ。寂しいと言っているんだ。この公園を覚えているか？以前君と毎朝行き合っていた頃は、よく一緒にこの辺りを歩いていた。リハビリ代わりの散歩にはちょうどいいだろう。そこにベンチがある。少し座って休め。いきなり無理をするのは非効率的だ。不思議だな。君と恋人同士としてこの公園を訪れることなど、あの頃の私は想像もしなかった。ところで、君はこういうものを解いてみる気はないか？どうやら君には算数の問題では簡単すぎるようだ。これも算数の応用ではあるが、少々複雑になる。もちろん、一級のために作っているものとはレベルが違う。あれは渾身の嫌がらせだからな。これは真っ当に解かせるつもりで作ったパズルだ。少し手こずって解ける程度を想定している。君になら楽しんで解いてもらえるんではないかと思うのだが。楽しんでくれると嬉しい。君、私と結婚しないか？いや、今
すぐにというわけではないが、君となら優秀な遺伝子を持つ子供ができるのではないかと。いや、違う、そうではないな。君となら一生楽しく過ごせるような気がした。君なら私がこの先どんな妙なものに興味を持ったとしても笑って付き合ってくれるのではないかと。今一瞬そんな想像をしてしまった。妄想だと笑うだろうか。もしも君が私を受け入れてくれるなら生涯変わらぬ誠実を誓おう。いずれこの薬指にきっと。これは予告だ。いつか正式に申し込む時まで考えておいてくれ。気が早すぎると思うか。だが今のうちにつなぎ止めておかなくてはいけないような気がしたのだ。留学の件について先ほど正式決定が届いた。少し外を歩かないか。君を連れて行きたいところがある。来ればわかる。君の学校だ。やはり覚えていないか。では私が案内しよう。しばらく前まで君にはここに近づいてほしくないと思っていた。思い出してしまうかもしれないからな、あの時の授業のこと。そしてその後何があったのかを。そうだ。私もそう思う。だから案内している。この教室だ。それでは授業を始める。席に着きたまえ。はい、先生。質問です。彼女はいますか？諸君、私は学生企画の授業とはいえ、遊びに来ているつもりはない。全員今すぐ口を閉じろ。これ以上騒ぐならこのまま帰るぞ。何を笑っている？授業のことを思い出したのか？
厳しくなどしていない。君たちがふざけすぎていたのだ。そうだ、何がそんなにおかしい。そういえば、君はその厳しい教師に恋愛事の相談をしてきたんだったな。散歩の途中で会った時だ。誰かに失恋したと話していたな。あれは一体誰のことだったんだ？まあ、今更追求するのも野暮かもしれないが、君が誰かに思いを寄せていたのだと思うと、少々気になる。いや、少々だぞ。どうですか？私とお付き合い、楽しみに少しだけでも。くだらない。そんな話は次の小テストで満点を取ってからにしてくれ。バカ相手では戯れでも交際しようと思えない。どうした？何を後ずさっている？まさか他に好きな男がいたことを思い出したなどと言わないだろうな。ん？ないことはないだろう。現に誰かに失恋したのだと私に相談したではないか。あ、いや、相談ではなく雑談だったか。あの相手は誰だったのかと聞いているんだが。ああ、そういう意味か。それであの時、どんどん失恋すればいいと言った私を叩いたんだな。一体何をやっているんだ私たちは。つまり、君と争う理由など、初めから全く存在しなかったわけだ。ということはだ、君から失恋したと打ち明けられたあの時、私が妙な嫉妬をして君を傷つけなければ、そこで済んでいた話だったのか？今思えばそういうことだな。あの時は理由のわからない苛立ちに任せて君をやり込めてしまったわけだが、多分すでに君が好きだったんだろう。君の失恋の相手に嫉妬してつい毒づいてしまったらしい。当然だろうな。私自身分かっていなかったんだから、君に伝わるわけがない。一体どれほど遠回りをしていたんだろうな、私たちは。
屈としてはそれが効率的だと思う。だが今現在私が心変わりするところは全く思い浮かばないな。逆に君に心変わりされたらと思うと死にたくなる。生物として非効率的なのにどうしてこのような思考が生まれるのだろう。まだまだ整理がつけられそうにないな、この感情には。いや、一生かかっても整理できそうにない。生理がつくまで付き合ってもらおうか。ということになりそうだが、何か問題があるか？やはり不思議だな。唇を合わせているだけなのに、なぜこんなに特別な感情を覚えるのだろう。この謎が解けるまで君とは別れられそうにない。待たせたな。この書類だ。君も来年ロンドンへ行くというのはどうだ？私は来年の学会でもう一度留学の資格に挑戦するつもりでいる。私にとってはずっと目指してきた目標だ。今回きりで諦める気はない。だがあちらへ行って君と会えなくなるのも本意ではない。この二つの要望を両立させる方法はある。つまり君が一緒に行ってくれればいいのだ。幸いこの大学にも推薦留学の制度はあるらしい。今の君の成績では多少問題があるかもしれないが、そんなことは些細な障害だろう。知識の身につけ方なら私がいくらでも教えてやれる。英会話もな。君の将来のためにも悪くない話だと思うが、どうかな。耐えがたいな。返事は急がなくていい。その気になった時に聞かせてくれ。ただし了承以外の答えは聞く気がないから、そのつもりでな。そうかもな。あ、知らなかったのか。私は君が好きだ。二度とこの手を離したくない。愛に理由がないと感じたら君の感情論を尊重すると約束したな。確かにこの感情には理由付けのできない部分が存在すると感じた。君の行動が常々そうであるように、時には感情に従うことも必要なんだろう。なので私も感情に従って行動してみることにした。つまり君を離すつもりはないということだ。異論はないな。Hello, I'm sorry for waiting.私だが、この程度も聞き取れなくて
これからロンドンで生活できるのか？遅れてすまないと言っただけだぞ。おお、そうだといいのだが。時間にはついていた。しばらく君を見ていたんだ。この川のそばで君が私を待っているという光景にまるで現実感がなくてな。君が消えてしまわないかと思ってしばらく眺めていた。我ながらおかしなことをしたものだ。もしかしたら私は君が本当に追いかけてきてくれると信じていなかったのかもしれない。君の姿が見えなくなると途端に弱気になるな、私は。